結構咲いてないね。埼玉県秩父市吉田大田部奈良尾。こんにちは。こんにちは。すごい綺麗になったね。あ、そうか、うん、じゃあ今日いい日。今日はいい日じゃない。山あいの小さな集落、先祖代々の畑を守ってきた小林睦さん。あ、お茶が置いてるよ。お呼んなさい。後継者がいないから。おはようございます。あー、どうも花が咲くと何にも忘れるがね。みんな気量いっぱい咲いてくれるからかわいいよ。花を咲かせてふるさとを山に返したい。本当に山に戻すんだね。そう、山にも戻して消えゆく村への慈しみ、いつまでもこの村で暮らしたい。あ、来たで、親が来たで。人生なんてあっという間で、畑を守っているわけにはいかなくなったから、諦めないと自分が倒れる。でも本当は痛いんだ。これはふるさとに花を植え続けた夫婦と小さな村の物語。あの日からずっと上に回ります。みんなに見てもらうってことは嬉しいよ。花の後先、睦婆さんの歩いた道。